最大の究極の序六地軽々と越えた。そして鬼門のローリングマルタ。さあこの丸太で転がる、見事にローリングできるか。目まぐるしい目まぐるしい。見事にクリアしていきました。こっからも難所続き。揺れる橋、揺れる橋はどうか。さあどうだ。そして丸太下り。さあ越えていきます。残りあと40秒を切りました。勢いよくいった。どうだどうだ。この勾配50度はきつい。そしてそして城壁をクリア。さあ行きます。つかの間のターザンとなれるかどうか。いった。ぴったりと張り付くような体勢です。登れるか、いけるか。カイナ力をうまく使っていきます。上がっていった。這い上がっていきます。這い上がっていきます。やはりやってきた。ここを大いに時間を残して余裕のボタンプッシュです。これはセカンドステージ以降も目が離せない選手であります。第一関門夕闇が。さあ行きます。第2ステージ達成。あまりに勇猛果敢、一つ猛進に行き過ぎるといきなり落下という浮き目にあってしまうわけであります。50秒間の戦い、まずはスパイダーウォークであります。スパイダーウォークはどう料理しようというのか。さあ動く壁はどうでありましょうか。動く壁、人体の平行移動、ここは決めておきたいところであります。まさに人生の綱渡り。動く壁を難なくクリアしていった。順調に順調にいっておりますが、容赦なく無機質にデジタルはその時を刻んでいきます。スパイダークライムへと差し掛かってまいりました。肉体の折れ線グラフであります。さあちょっと斜め上の方向に移動していったスパイダークライムだ。ここで肉体の折れ線グラフが展開される。さあ早くこの悶絶の横丁をクリアしなくてはいけない。さあボールにたどり着きました。さあそして5連ハンマーが待っている。さあそしてこの一本橋はどうだ。ここで手こずると危ない。巨大な男が振り下ろす刀鍛冶だ。さあ人間ハンマーの綱渡り、ここもクリア。時速20キロの逆ベルトコンベヤー。さあ反逆のオートメーションだ。犬の目線のルームランナーとなりました。逆走ベルトコンベヤー、ここもクリア。さあ歯ぎしりの三重苦と言われるウォールリフティングだ。いよいよこのウォールリフティングにやってまいりました。さあここで手こずってはいけない。あとはカイナ力に期待する。30キロの壁持ち上げ。さあ第二の扉、まさに重量級の万歳三章。三つ目のシャッターに取り掛かった。50キロのシャッターを上げていく。クリア。第二ステージを見事クリアしました。さすがであります。このセカンドステージをものともしませんでした。飛んだ。見せます。余裕があります。まだまだ腕力は残っているようであります。プロペラ運転、密林の中のこの秒針が一体何を刻んでいくのか。さあ行きました。抜群の運動神経、それだけが頼りか。まさしく肉体のみで勝負していかなくてはならない。2つ目、無駄がありません。ここの当たり、リングの勝負だ。ここのあたりは己のこの体重、筋肉の重さというものが災いてしまったんでありましょうか。このタイミングはどうか。さあいった。無駄がありません。
ここまでは選び抜かれた者たちであります。何が続きますか。こっからがアームバイクであります。なんとか足をゴールに乗せたいところであります。レバーを手にしました。ここでまさに悶絶の糸を巻き巻きといったところを見せるのか。一巻き一巻きするたびに自分の肉体が進んでいきます。ものすごい労働力だ。大な力で持っていきます。さあ巻いていきます、巻いていきます。腕力は依然余裕がありそうです。疲れを知りません。さあ漕いでいく。なんか見ているだけで歯がゆい。さあ到着です。やってまいりました、クリフハンガー前。さあここを沈着冷静に攻めていけるかどうか。だ今入っていきました。このわずかな突起のみで全体重を支えていきます。これも見ているだけでイジイジしてくる。指先のみ、指先のみ、横に張っていくようだ。さあ間隔が開いている。かなりの幅があります。そして全体重が指先にかかってくる。これは苦しそうだ。中盤悶絶の横歩きだ。しかしながら横に移動する。さあ一気に行きたいところ、一気に行きたいところ、横に移動していく。間の感覚、間の感覚、エアーポケットだ。バミューダトライアングルだ。まさに腕利きの忍者か。さあ狙っているその本丸が近づいてくるか。さあ横に移動していく。一体何を支えにして突き進んでいくのか。さあ着地地点までやってまいりました。まさに怪物としか言いようがありません。燃料が残り半分といったところでありましょうか。さあいよいよパイプスライダーであります。それぞれのステージで使える筋肉という筋肉を使い果たしている。それだけに自分の精神力を含めた予備タンクに頼るしかないのか。あと1分後、ほぼ1分後あたりには池の中にいる自分がいるのか、それともあの深くのステージに立っている自分がいるのか。嫌な音が伝わってくる。摩擦音だ。さあ完全にレールに対して直角に行かなくてはいけない。自分の反動、自分の体が反動になっていく。中ほどまでやって、さあ一旦のブレイクゾーンだ。45度角でニョキッと突き出ました。そのバーに自分の体を運んでいきます。あとは己のヘモグロビンに頼りたい。さあ意を消していくか。残りあと半分。ここで自分の体を持ち込まなくてはいけない。ここは難しい。このパワーはどうした男の意地。なんとかパワーを伝わって一人大ハード状態。運んでいく、運んでいく。いけそうだ、いけそうだ。栄光へ向かって突き進むか。自分の体を運んでいく。言うことを聞かない筋肉細胞、これがきしんでいるのか。運んでいく、運んでいく。ものすごい労働力だ。反動をつけたい。さあ運んで、体を運んでいく。チャレンジャー行く。ゴール地点に着いた。難なくキャッチ。第3ステージ、パイプスライダーをついに制しました。さすがであります。最初から男の目にはあの15メートルの砂しか見えていなかったようであります。ゴールは地上15メートル筋肉番付。ついにファイナルステージにやってまいりました。いよいよ勝負の時であります。全身に戒厳手令が敷かれている。己の腕っぷし一本でこの綱を登っていく。さあ光の道へと向かいます。天空から振り下ろされる一本の雲の糸、至福への綱か、あるいは地獄への綱か。地上高15メートル、果たしてあそこに到達することができるんでありましょうか。最長に登っていく。登る登る、登っていく登っていく。5メートルをクリアした。さあ行く、上がる上がる。がむしゃらに行く、がむしゃらに行く。全能力を振り絞る。快調に登っていく。さあ残りあと5メートル。さあ残りあと5メートル。あと4メートル、あと4メートル。3メートル、残りあと10秒を切った。2メートル、2メートル、あと2メートル。残りあと5秒だ、残りあと5秒だ、残りあと5秒切った。届いた、届いた、届いた。全筋肉、全腕力というダイナマイトを爆発させて登っていった。そしてこの筋肉史上最難関の15メートルの蜘蛛の糸とも言うべき天井へとつながるこの綱を登り切ったわけであります。